今日は炭にイカ炭を混ぜると夜光塗料になるのかを実験します。この昭和38年に出た少年ポケット百科という本に載っています。それが本当かを実験します。炭にイカ炭を入れた炭が完成しました。生臭いです。夜光塗料にはなりませんでした。